んでる場合じゃねえ。ほっとくか。よし、よし、ゲット。よし、数字はいい。ここを登り切るとはね。少し感心したよ。はあ、こんな夢見るようになっちまうとは。警察も因果な商売だぜ。せめて起きても覚えていられりゃな。警察？ん？お前さんの声なんか聞いたことあるな。俺のことわかるかい？ああ、多分な。羊にわかるかって言われてもだよな。お前さんの余裕っぷり見てると俺も自分のことだけでひいこら言ってらんねえな。よし、ちょっと他の奴らとも話してみるか。いや、あれは本当にヴィンセントだったんだろうか。俺？どうしてこんな辛い時に、しかも僕を覚えていないと。僕は今まで何をやってきたんだ。おい、道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。白い石は目の前に石を作り出せる。金は周りを普通の石に変えるぞ。じゃあこっちくれよ。賢い選択です。うわ、やっぱりダメだ、死ぬよ。ダメじゃねえよ、苦しくてもゴールに近づいてるだろ。うん、そうだよな。せっかく技を勉強したんだ、最後まで頑張る。男ってのは自分を愛してくれる女を憎み、どうでもよい女を愛したがるのか。全部僕のせいさ。ごめん、ごめんって言ってたよ。しっかりしろよ。俺は前を向くと、ああ、頭が痛い。
何なんだよこいつ。取り戻し、くそ。なあ、あんた。なんだ。やっぱあんただろ。前にいろいろ教えてくれた。ほら俺だよ。よかった、昨日見なかったからやられちまったのかなって。俺は死なない。彼女にもう一度会うまでな。まさか家族とかまでここに。そんなわけがあるか。お前気づいてないのか。この悪夢に落ちるのは男だけだ。他人の世話を焼いてる暇があるのか。とっとと行け。仕方なかったんです。落とさなかったら僕が。わかるけど、あんま自分を追い詰めない方が。でも最近クソになってきてしまって、嫌だって思ってるのにオステが止まらなくて。え、それってマジかよ。ナーナ、聞いてくれよ。うまい登り方思いついたんだ。壁スパイダーについて説明をしよう。足場のない絶壁でも落ち着いて奥辺りを見渡してみよう。絶壁を伝っていけば簡単に目的の場所まで移動できるのだ。初歩的な技だが、高い壁が立ちふさがると忘れがちになるので注意しよう。どうよどうよ、これすごくない。へー、それならこんな風にもできるんじゃないのか。くの字スパイダーについて説明をしよう。移動したい石の辺に手元にある石の辺をくの字型に引っ掛けよう。ぶら下がって移動すれば隣り合ってない石でも移動することができるぞ。あ、確かに。そこまで思いつかなかったよ。その技、みんなにも教えておくよ。サンキューな。よう。どうも。よう、待ってたよ。え？俺を？あんたの登り、半端ねえもん。技の話してんだけど、あんたも加わってかない？そうだな。じゃあ、俺がひらめいた技を教えるから聞けよ。切り出しについて説明をしよう。これは石を次々に引き出して目的地への足場として移動させる技だ。崩しても問題のない部分を見極めて石を引き出すことが大事だぞ。なかなか一生これ。ああ待てよ、それならこんなのも技になんない。切り渡しについて説明をしよう。切り出しと同じ要領で引き出した石を次々に流してみよう。足場が不安定な場所にたくさんの石を渡すことで安定した足場が築けるはずだ。おお、マジすげえ。やるね兄ちゃん。あなた着眼点がいいですね。どうも。頂上へ着けば真の自由が手に入る。あなたも聞きましたか。不思議ですね。似たような話を聞いたことがありますよ。生き残った男は望みが叶うという。ナンセンスなおとぎ話ですが。なの出ましょう。期待する分裏切られた時の落胆でかいっすよ。デマに振り回されて必死とか脱線し。よう、会社の若い子に手出すからこんなに。あなた奥さんは。夫の浮気をちーっとも疑わない低粛な妻が一人ほど。罰当たりですね。浮気は男の解消だよ。優れたオスにはメスが寄ってくるのさ。性淘汰説を高らかに唱えるのは強い父親を持つ人に多いようですね。父親、あれは最低のクソ男さ。表向きは立派だったか知らんが。あれ？すみません。どうも。取り戻してやる。そろそろ行かなくては。
こんなこと、いつまで続ける気だ。文句はいいから、座ってよ。来たね、迷える子羊さん。あの壁を乗り越えるなんて、やるもんだね。さあ、今回の質問だ。第5問です。大金と引き換えに、全裸で街を歩けますか？選んだのはそっちか。なるほど、少しずつ分かってきたよ。さて、ここは4階層目だ。ここをもし越えられたら、いよいよ中間地点を過ぎることになる。やっとかよ。毎晩毎晩、ほんと勘弁してくれよ。クソ。仕方ないさ。あんたが先に人の未来を奪おうとしたんだから、考えてみなよ。あんたのせいで未来を奪われそうなのは誰だい？何が言いたい？さあ、そろそろ行くよ。ここが今夜の最終エリアだ。長く険しい壁が待ち構えている。焦らず、着実に一歩ずつ進んでいこう。